皆さん、こんにちは。こんにちは。藤岡市のミクリウクレレスターズです。今回は公民館の近くにあります土師神社からお送りします。杉や欅の大木がそびえる参道を進んで、こちらには拝殿、神楽殿、本殿などがあります。手前には土俵もあります。土師神社は相撲の元祖といわれる富の宿根を祀っています。当時は野外相撲が行われた場所を相撲辻と言いました。大阪住吉神社、石川羽咋神社とともに、日本の三辻の一つとされています。そのご縁で羽咋市とは姉妹都市として交流を深めています。江戸時代にはここで出世力士による披露相撲が行われたそうです。近くの三栗東小学校には立派な土俵があって、毎年相撲大会が開かれています。土師神社は東国文化の象徴である埴輪にも関係がある神社です。埴輪を作る人をはじめ、その地域をはじごうと言いました。藤岡市は埴輪の本格的な生産地として知られていますが、本郷埴輪釜跡は全長 5.5 メートルの上り窯で、国の指定遺跡として保存されています。日本書紀によりますと、水仁天皇の時代、当時は偉い人が亡くなると家来の人たちを生き埋めにする殉死という習慣がありました。それを防ぐために、生きた人の命の代わりに焼き物の人や馬、家や太刀を古墳に並べてはどうかと、のみの宿根が天皇に進言をしたことが埴輪の起源とされています。春には大々神楽、秋には獅子舞、また花馬や流鏑馬も近年復活して、県内外より大勢の人たちが見物に訪れています。皆さん、コロナが収束したら遊びに来てください。待ってます。待ってます。では聞いてください。優しいあの子。ワン、ツー、スリー、フォー。
12月12日新町文化ホールでお会いしましょう。